カール・バン・ベクテン1934年地震による撮影カール・バン・ベクテンはアメリカ合衆国の作家、写真家。ハーレム・ルネサンスきにおいてはパトロンとして活躍した。ガートルード・スタインの一著管理者でもある。バン・ベクテンは1880年にアイオワ州シーダー・ラピッツでオランダ系移民の子として生まれた。 シカゴ大学を1903年に卒業した。彼は1906年にニューヨークへと移りジャーナリストとして働いた。1回目の結婚が短期間のうちに失敗に終わった。あと、1914年に女優のファニア・マリノフと結婚した。1915年から1920年にかけて出版されたベクテンの著作は音楽や文学の分野における。 様々な主題に注目した評論などであった。クノップ社からは7冊の小説が出版されている。バンベックテンは黒人作家、芸術家へ関心を持っていた。1920年代に始まったハーレームルネサンス期においては、ラングストン・ヒューズ、ワレス・サーマン、リチャード・ライトなど多くの才能ある人物を発掘し、紹介している。1926年に出版された彼自身の 小説、ニガー・ヘブンは大きな議論を巻き起こし、ボストンでは禁止された。同年には黒人シンガーを取り上げたエッセイ、ニグロ、ブルース・シンガーズもバニティ・フェアから出版されている。1930年代に入ると、バン・ベクテンの興味は写真へと移っていった。この記事内に示した意外で、彼が被写体とした著名人には、ホルスト・ピー・ホルスト、ジョージア・オキーフ、 ベッシー・スミス、アルフレッド・スティー・グリッツ、サルバドール・ダリなどがいる。ガートルード・スタインと出会ったのは1913年のフランス・パリでのことだった。彼らは生涯を通して連絡を取り合い、スタインの死に際して彼女はバンバクテンを一挙管理者に指名している。彼女が残した未発表作品の一部はバンバクテンの手により編集、出版された。 1930年代以後になると、バンベクテンはほとんど辞聴を発表しなくなった。彼の表した原稿や手紙類の多くは現在イエール大学のバイネック図書館に保管されている。ファニー・アマリの、ふとの結婚は彼の死まで続いていたが、彼は、ホモセクシャルでもあった。死後25年間の開封禁止が指示されていた関連書類を25年後に調査したところ、 ホモセクシュアルに関係する書類、写真などが発見されている。バンベクテンは84歳でニューヨークにおいて死去した。ありがとうございます。